風間ヒーラーっぽい。風間ヒーラーさんはフォロックスのメンバーで言うと一番ヒーラーっぽいのはなんかルイネとかな気がする。なんかルイネはヒーラーっぽい、風間の中で。あとこよちゃんも、あでもこよちゃんはなんかあれかな、お薬投げてそう。あでもまあ癒しのお薬作ってそうっていう意味でね、ヒーラーっぽいけど、風間どっちかっていうとタンクじゃないかな。うちの秘密結社ホロックスっていうメンバーの中だったら風間は比較的タンクだと思う。そう、高畑とかさ、ラプドのはさ、ほらちびっこだからさ、キャイキャイキャイキャーイ、やい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 って言ってさ速攻していける感じがある。風間がタンクかな。もうあの二人ちびっこだからなんかキャイキャイしてそう。でもね、ホロックスのメンバーってね、なんか風間ね、そう思うんだけどね、あんまり体力多分ない。あ、違う、風間がありすぎるのかわかんないけどね、坂本とか風間がなんか買い物行くだけでさ、ちょっと歩いて行ってくるみたいなこと、あ、ちょっと走ってランニングしてくるっていうだけで、風間のなんかちょっと、いろはちゃん走っていくのみたいな感じだからね、結構なんかね、みんなね絶対運動不足。フォロックスのメンバー全員にやらせたいリングフィットアドベンチャー。フィジカルお化け、いや風間はねもう認めるよ。いや風間は多分フィジカルお化けでございますよ。よいしょ、はい